こんにちはエピソード8です今回は僕が個人的に作っているゴールテンディング解説シリーズっていう動画を作る上でちょっと、えー、ネタ切れというか行き詰まるところがあったのでそれについて畑さんにアドバイスをもらおうと思って個人的に相談をしているところを収録してみましたなのでいつもよりかなり雑談要素が多いと思うんですけれども、えー、興味のある方は是非 聞いてみてください。では、エピソード8始まります。今日はかなり緩い感じになります。コバのネックガードカスタムニーダのホッケーショップニーダのさカ、カラーにカスタムしようと思うんだけどさ。さはい。どんな色がいいと思う。紫系でな,なんで紫よ。<laughs> ロゴ入れると結構高そうだね。いくらでしたっけ？20から40ドルとかでしたっけ？うん。 まあ刺繍としてはどうなんですかね、妥当な値段のようなので、だよ僕も最近刺繍出したばっかなんで、<laughs> 出た、<laughs> これ、<laughs> それね、<laughs> これ、<laughs> ホッケーに関係ないやつだ、ね、よ、<laughs> 全然、<laughs> ホッケー捨ててるからな、いや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 、捨ててないですよ、もうホッケー選手じゃないもんね、フッカー目指してるんで、うん、終わったね。そうそうそう <laughs> 何話す単純に僕が相談しようかなって思ってたのは、うん、まあ解説動画どういう中身でいけばその需要があるのかなみたいなどういう動画作ったら受けがいいかなっていう相談をまあ僕一人で考えてもなんかなんて言うんだろう僕の視点だけじゃちょっとあれだなと思ってそこを聞こうかなと思ってました、うん、そうだねえ俺アップロードした。 映像を見たあ今さっきちらっとこう早送りしながらざっと見ましたなんか使えそうなのないよね <laughs> いやどうですかねまあいや俺もちょっと撮ってみて思ったんだけど、はい、なんかプラクティス1のさ、はい、1> やつはなんかアングル以下の守り方とか、はい、俺ちょっとさっき送ったじゃん、はい、それで使ってみたんだけどプラクティス2の映像とか ワンパットダウンのやつとかやってるんだけど、はい、なんかあんまり現実的じゃないシチュエーションっていうかやってるからあ<ー>なんかワンパットダウンでセーブじゃなくてワンパットダウンの切り替えから逆サイドセービングみたいな形の練習をしたんでね、はい、だからなんかもうちょっとそれ用に撮った方がいいよねその福島くん言うあのこれからどんな動画撮ったらいいですかどんな映像作ったらいいですかねってさっき言ってたけど はい、福島君、俺らで話してこういう映像を作りたいからこういう動画撮,る撮った方がいいっていうのを言ってくれた方が、あ<ー>もしかしたらいいんか現状、こんなのやったらいいのかなっていう候補はまあいくつかあってリバース VH とワンパットダウンの使い分けってこれは絶対必要じゃないですか。うん、ただまあこれに関しては 素材もそうだし内容もある程度ちゃんとこう精査して作んなきゃダメだなと思ってたんで本当はこれえっ、ー、とナンバー 5, 5番目くらいにやろうと思ってて、うん、で5ってないんですか非公開なんですかって結構なんかコメント来たりとかしてて、うん、でそう5はあのこのテーマで作ってたけどこれ作るの結構大変だぞって思って今ちょっと寝かせてる状態だったんですよね。 うんうんうん、なるほどでまあ他にもなんかまあゴルラのパックトラッキングとか、うん、あとはあれじゃない ?NHL の試合の映像とかから引っ張ってくれば、まあ、大変だけど<ー>素材の素材調べるのは大変だけどはい探すのは、はい、結構ありそうだけどなああなるほど、うん、結構でもまだ最初のチュートリアル的解説しようかなと思っててスクリーンの見方とかうん、うん、そうだねあとは、まあ、俺も俺もそれはね動画で、はい このレッスンの動画とかでちょっとなんかスクリーン意識したそのプレイみたいな形でのやつはやりたいなって思ってたんだよね。そのスクリーンを意識したスケーティングみたいなのはやりたいなって思ってたし、はい、あと結構最近思うのはなんだっけテンディってさコーチいるじゃんインスタに、はい。はいなんかあの人の動画とか結構俺面白くて見てるんだけどはい。なんかああいう系のトレーニング動画とかもなんか載せていきたいなっていうか あ僕も実はトレーニングそのトレーニング動画オフアイスでできるトレーニングの動画もあげようかなってちょっと思っててあとは何だろうあとはなんかちょっと軽く作ってみたのははいなんかこれはこれ載せるつもりはないんだけどさインスタにあなんかまだちゃんとできてないんだけど、まあ福島君に送ったやつなんか,なんかもうバタフライと、はい 基本姿勢のの管理みたいな感じの基本姿勢で気をつけるところとバタフライで気をつけるところみたいなのを作ってみたんだけどなんかやっぱちょっとこの1分ぐらいの映像でなんか解説するのちょっと無理だなと思ってあ<ー>、うん、僕もショート動画でやろうかなって思ったことあるんですけど YouTube のショートも1分とかですよねうんショートで解説無理だなと思っていやそうだよね <laughs> なんかね なんか厳しい <laughs> 結構厳しいんだよね。なんか抜けちゃうし、はいまあ、だいろいろ折ったらできなくはないけど、はいうん、なんか自分がなんか満足するような感じのあれはできないよね。そそううですねそうだからちょっと乗せようか乗せまいか迷ってたんだけど、まあ今んとこそういう感じかな、俺の方は。なんかドリル系とか乗せたりとか、あとはさっき見せたあのアングル以下の守り方っていうのは、はい、これはいつか乗せたいなって思うんだけど。はいはい、あ なんか、一人でできるスケーティングドリルの紹介とか、そういうのもあってもいいのかなって,って,て。確かに。それは思うね。あとは、まあ、最近ちょっとクリニックで、こう、空き時間にやりがちなスティックハンドリングとか。うんうんうん。そうね。逆に福島君から見たら、どういうの作った方がいい俺は、そのショート動画みたいな。今の感じでいいあ、全然今の感じでいいと思います。逆に、あの、 インスタのあの短いような感じで、うん、短いのは短いのですごくいいと思いますっていうかこれぐらいしかできないゲームが俺のレベルだと <laughs> いやいやまああと全然関係ないけど結構人に聞かれるんで、うん、ホッケーモンキーとボーリーモンキーの、うん、あのオーダーの仕方とか、うん、<laughs> こういうところは気をつけた方がいいよとか <laughs> ああいやでもカスタマイズする以外はもうある程度大丈夫じゃないかなんかその 支払っ物を選んで支払っちゃえばさもう物は来るじゃんそうですよね確実に確に難しいところはないと思うんですけどね、うんまあ、確かにねなんかちょっとややこしい部分っていうのはあるけどでも誰でも買えるよねもう今うん誰でも買えますよねあとはなんか、うん、どこどこのメーカーの商品は買えないとかっていう都市伝説みたいのありましたけどそんなのもないですよねないんじゃないかな今俺も全然今モンキーから買ってないからさああ<ー> 買ううっていう感じないからさ<ー>、うん、なんかアパレルぐらいなんでね海外から欲しいのだから特になんか最近頼んだりしてないんだけどカートに入れて住所入れて、うん、そうだね払うだけで買えますよね、うん、クレジットカードの番号を押せばはい余裕で買えるよ、はい、G5 結構安くなってるね今ねあそうなんですか G5 買おうで何の話するんだったっけ <laughs> いや、どんな動画を作ろうかなっていう話です。あ、どんな動画作ろうかなって話ね。はい。え、逆になんか教えててゴールテンディングとかホッケーに関してなんかこうお悩み相談みたいなされないですか？うん。い、うん、よく言われるのは何言ってるかわかんないです。あ、<laughs> それは用語的な話ですか？うん。じゃあなんかそのポストからトップクリース生対してトップクリースから フェース,ス,スオフスポットまで中心移動1回、はい、1> シャッフル2回整体そこからアングル以下整体して例えばインサイドハッシュマーク整体とかトップサークル整体とか、はい、っていうとよそこで通じますけどィ <laughs> ープッシュですかとか <laughs>、はい、っていうふうに聞いてくる子は結構いるよいまだにでも俺が普段からレッスンで教えてる子たちは、はい、もう結構その辺はマスターしてる あ用語だけじゃなくて、うん、ここではどういう選択をすべきかってことですか、うん、プレーのコーディネーション的なだからそのクリスのスケーティング普段からやってない子とかああ<ー>そう結構多いよねそういう子は、うん、って思うなるほどいやだから結構俺やろうかなって思ってるのは何、はい、だろうまだあるかな 最近やってないんだけどさ、はい。なんかゴーリーの、なんだろう、なんかその、どこに生態するかとかっていうのを、なんかゴーリーから見た、クリスから見た、なんかトップサークル、ここは何とかっていう解説あるじゃん。目印、あの、リークの模様の名称。ああ、はいはいはい。それを、線の名前とかですよね。そうそう、線の名前とかのやつ。あ,<ー>あれでもインスタとかでも流したら面白いかもね。なんか、なるほど。ちょっと、あの、 なんかなんだろう例えばパワーポイントのアニメーションとか使ってはい、いたのをそれを画面録画とかして、はい、それを1分ぐらいで流すみたいなの結構面白いかもああ<ー>いいんじゃないそれなるほど、うん、結構どこでもチェックできそうじゃない<ー>じゃあ合理以外にも役立ちそうだしそうです、ね、それは、うん、ああ用語解説編とそういう経過、うん、用語解説編 防具の各部名称とかもじゃあいけそうですね。いけそうだね。それは結構、あれだね。あるあるだよね。それも結構ショート動画にしたら面白そうで。あショートでいくいや、ショート動画にしても面白そうじゃない、それは。確<か>にもちろん、もっと詳しいの、ね、あるけど、あ<ー>だ例えばもっと突っ込めばさ、はい、なんかもうカスタマイズを、なんかその、配信しちゃうとか、そのカスタマイズしてる風,風景を、誰かの。なるほど。 だから福島君が防具買うみたいな企画にして福島君が防具発注するまでをなんかもう画面録画とボイス実は買ってないみたいな <laughs> <laughs> いや,そ,うそ,ういや、まあ、それは買ったっていう手にしてにしたりとか誰かに協力してもらって誰か買うっていう人のカスタマイズをしてあげたりとかああ<ー>っていうの面白いかもねそれ結構わかりやすいんじゃないああ確かにそうですねでそれをなんかいろんなメーカー例えば バウアーで欲しいっていうかバウアーウォリアのカスタマイザーを使いたい子はカスタマイザーを使ってとか確かにこの項目はこういうことだよとかうんでもっと突っ込めばなんか例えばウォリアとバウアーだとなんかここの部位がちょっと違くてみたいなはいはいはい、うん、っていうのを解説すると結構今から買おうとしてる子たちには結構受けありそうだけど あとね、やっぱりみんなにもっとなんかその、なんだろう、どのゴーリーにももっと意識してほしいのは、なんかやっぱデプスの管理分かってない子たち多すぎるっていうか、意識してない子たち多すぎて。ああ、でもデプスとボックスはもう作ったんですよね。あ、作ったんだ。もうあります。あ、もう出てんだっけ出てます。うん。そう、なんかそれがさ、結構さ、伝わりにくいよね。その、低い時と、うん、適切な時とで、 うん、こう3次元の空間で見てオープンネットを比較で作ったんですけどうんどうだうえそれでもそれ何、はい、まだ4に出てないやついやもう出てます出てますえどこに出てんのそれええー、っとええー、ナンバー4ですねナンバー4はいこれで多分完全にバレたけど福島県の動画俺全然見てないから <laughs> ナンバー見ないで進めたらやばいじゃないですか内容やばいかもしれないですよ内容やばい 実はめちゃくちゃ間違ったこと言ってるかもしれないですよ。いや、それはないな。福島君に限っては。いや、わかんないですよ。意外とちょっと怪しいところが。バイン。あ、本当はだ。あった。一応全部チャプターついてるんですよ。そうだね。チャプター的に、どこだろう。なんかこれ、ノートで書いてないのあ <laughs> そう、それはもともと僕が書いてた、それ僕のホッケーノートの一部です。いや、ホッケーノートって、本当重要だよね。最近もう書かないですけどね。<laughs> デプス4種類ある。ああ、これいいね。 僕のホッケーノートはアナログで書いてた時代のやつは OKB が持ってますよ。あ本当。これいいね。いい。これどうやって作ったのどこですかこの1分2秒みたいな、サロスが守ってて。あこれ NHL です。これゲームのキャプチャーっていうか録画ですね。PS4 のもう標準機能の録画使ってうん。なるほどね。頭いいね。 カメラは、あの、カメラ自由に動かせるじゃないですか、あのゲーム。うんうん、だから、それ使って撮りました。なるほどね。すごい。本当は最初自分で作ろうと思ったんですよ、これ、3D モデルを。だけど、そうそう、俺聞きたかったんだけどさ、はい。そのさ、いわゆるさ、なんだろう、W ゴールテンディングって見たことある ?W ゴールテンディングあの、DVD。 ないですすなないないと思いますえどんなやつですすか検索してますいや多分あるんじゃないかなあーはい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 結構昔ね流行った動画これ知ってるけどこれ買わなかったですね買わなかった、はい、いや俺この映像全部持ってるんだけどはいこれ買わないであの若林コーチのやつを買いましたああなるほどねはい同じぐらいに出たよね確かねこれねこういうさはい言ってどうやこういうのってどうやって作るのあーこういういの いいと思います <laughs> ああでも NHL のさっきの手法でちょっとこうあの1000追加するくらいだったら簡単にできるとパソコンで結構さこれクオリティ高いからさはいこういうの作りたいんだよねなんかそういうのをやりたくてでもできなくて2分2分45秒くらいのクオリティになりました僕は <laughs> やっぱこういうのを作りたかった そういうの作りたかったけど無理で妥協した結果この程度しか作れなかったっていうのがその2分45秒からですやっぱそうだよねこういうの作りたいよね <laughs> はい俺こういうの作りたいんだよねっていうかこの人誰なの ?W ゴールテンディングって構えもうバタフライもあなんか結構 NHL のさ NHL 好きのおっちゃんが解説してる動画とか出てこないえっと海外のですかあハンドプロジェクションとかボックスコントロールとか言ってる人いるいるでしょしかも3年前ですね、うん それ何のの映像見てんのえっとケーシー・クリーズっていうチャンネル登録者数全然いないバズらなかったやつの、はい、467人のやつでしょ、はい、でも467人いればまあ結構十分じゃないいやでもやっぱ収益化しないとダメなんでい <laughs> やめできるわけないじゃん<笑><笑>いやでもや、ね、せめて55リーズの あのホームページ維持にかかってるサーバー代とドメイン代くらいは僕稼ぎたいっていう目標があるんですよいや,いや稼げないいやだってそれ稼ぐんだったらい,いくらいやな何人必要なの1000です1000でしょはい日本に1000もキーパーいないじゃん <laughs> まず <laughs> ねえ日本にさ1000もキーパーいねえよやっぱそこですかねそうなんだよだからあれじゃん 俺結構そのインスタのあれだもんそのキーパーのやつ出して今160何人いるんだけど2週間やってはいひ毎日フォローされるんだけど160何人でも俺結構驚いてるもんだってえっこんないるのみたいな <laughs> <laughs> もういいわみたいないや俺最初本当に30人ぐらいでいいって思ってたんでああ<ー>、うん、だから結構俺目標低いからね福島んああダメだ,めだこのコンテンツはバズらない バズらない, <laughs> いや合流は絶対バズらないって福島君ちょっともうやめようかな <laughs> <laughs> いやそうで引く,引くなら引くなら今だよそうこれはバズらないこれをこれこれはバズらないでしょ多分<ら>結構結構長いこと長いとこ見ないとバズらないよバズるっていうあれだよね数がちょっとハードル高いもんねだってそうですね 違う方向にシフトした方がいいんか<れ>違う方向にシフトするホッケーやめるみたいな、うん、あ <laughs> 1000人はちょっとハードル高いんじゃない福島君そもそも日本ってところがきついですもんねそうだねこれがさなんか英語とかだったらさ、まあまね、逆にでも英訳しよっかなって思ったけど英訳しても勝ち目なくないですかだって英語の資料ってもともといっぱいあるし <laughs> はい内容まあなくはないと思うんだけどね 一応最新の動画2つに関しては英語字幕と英語タイトルをつけてるんですよだから福島君もうこれはさはいあれだよ今日本にホッケー史上ないじゃん全くないですねこれはもうホッケー史上を開拓していくっていうところからスタートしないと <laughs> やっぱりこれをし,していって並行してこの活動していけばまあ和やバズるよ <laughs> <laughs> それは ワヤティーどうしたのそれ。ワヤティー作ったのそれ。はい。いつ作ったの昨日です。めちゃめちゃ早すぐ作るじゃん。ワヤ。うん、ワヤ、え、それいいじゃん。それ売ろうよ。<laughs> <laughs> ああ、商品売ってサーバー代稼ぐる。たいな。そうそうそう。ワヤティー。それめっちゃいいじゃん。<laughs> まあ、その方が儲かりそうですけどね。う <laughs> ん。もう、もう<え>けなくていいんですけどね。あの、それ赤字にならなければいいですか、うん、これ。ワヤ。 やとわ俺結構「わや」って言葉好きだからさ。ネットわやいいっすね。僕悪い意味で「わや」って使いすぎてちょっとなんかあの身の回りでプチ炎上したんで「ちょわや」はあのいいんだよっていうのわや」。それいいね。それ何もうなんか福島君がデザイン考えたそれともなんかパッて5分ぐらいで作れるとこで作ったのやや昨日これは僕が 昨日というか昨日練習だったんですけど、うん、家に帰ってきたお風呂入って上がって、うん、夜中の3時くらいになって家でまあああいいねそれ、はい、それなんか普通にあれじゃんあの福島君が作ったあの50ゴーリーズのあのロゴもつけてさああ<ー>どっか後ろぐらいにそれプリントしてワヤティ販売しようよ福島さんの福島名義で。 わやィ福島名義でじゃあちょっとわやシリーズいっぱい、うん、ここにわやってあっとかわやとかあとなんかなんかいろんなそのあれだよね言葉ちょっと使いいろいろあれしたいよね <laughs> それ系の北海道弁じゃないけどああチャンネルチャンネル名もじゃあ,あのわや福島にしとこうかわや <laughs> 福島 <laughs> 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 いいじゃんいいじゃんいいじゃん違う方向性にいきそうですけどねき <laughs> そう今日はアポなしで勝手にハサ産地行きますみたいな感じでああ、はい、面白い面白い面白い <laughs>、うん、瞳の瞳の家行ってみたとか瞳の車 <laughs> いいじゃんそれ面白いボーブレーズで流行ってるあの 車の両サイドビタビタに車止めてみたら <laughs> <laughs> しょうもないやつ <laughs> だ,んだ,んだんだんそういう YouTube になっていく可能性ありますね、うん、乗れないからっつって <laughs> <laughs> 確かにそれいいじゃん <laughs> ちょっとドッキリ仕掛けに行きますみたいなドッキリ仕掛けに行きます <laughs> ドッキリ仕掛けに行きますシリーズいいよ寝起き寝起きなんだろう寝起きドッキリシリーズみたいな寝起きドッキリシリーズね いいねいいじゃんそっかいやでも何だろうないやワヤティ俺も欲しいなそれそれちょっとあれ <laughs> 商品化しますか、うん、商品化しよう1000円,千円1一枚1000円 <laughs> あプラオレ見るっていう話どうだったのところでプラオレ見てプラオレについて語るああ っていうか,なんかスカイドをやれば、ねうん、ホッケーじゃなくて、うん、ホッケーしたことないけどプラオレ見たことあるよみたいな人にリーチできるんじゃないかと思ってて、うん、いやそれやろうよじゃあプラオレ見ましょうプラオレさはいなんかうちの嫁が全部録画してるらしいんだよねあそうなんですねじゃあもう見れるじゃないですかうん,なんか子供たちに見せようと思ったらしいんだけど一切見ないらしいんだよね子供たち <laughs> ああ子供たちホッケー興味はないんですか 全くないよあ<ー>言っけどやらそうとしたことってあるんですかスケート買ってやったりとかない,ないよあスケートすら持ってないんですか子供たち。ホッケーのはいないないない<あ>持てないっそうなんですね、うん、意外となんかやらせるもんだと思ってたんですけどす、ね、全然俺そういう感じじゃないよ、えー、だってまず上の8歳の女の子はホッケー嫌いだからまずだって <laughs> <laughs> だってリンク行ったらまず一番最初に言うのだってスイッチしていい <laughs> <laughs> ホッケーマジで面白くないらしいよああまあでも僕もどうだろう娘とかだったらやらせない気がするんですよね妹がやりたいって言ったら絶対反対しようと思いますもんだってああマネージャーですらあの反対しましたねマネージャーはやめた方がいいと思って、ね、<laughs> 某あの某あのとある大学に通ってるんですけど、うん、ダメって言いましたねダメって言ったのいや別にやりたいとは言ってないけどあの、うん、絶対ああいう部のマネージャーとかしちゃダメだからねって <laughs> そうだね。はい。ろくな男いないからね。警部のマネージャーは絶対やめたほうがいいですよね。絶対やめたほうがいいね。絶対やめたほうがいいですよね。絶対やめたほうがいい。本当に。いい要素が一つもない。ない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 。てかまず、あの、ー部っていう時代でもいろいろやめたほうがいいよ。いろいろやめたほうがいいです。じゃアマゾンプライムでさ、トロントメイプルディフスのやつやってるじゃん。あ、はいはいはい。あれ見たあれ見てないです。僕、プライムやめたんですよね、最近。やめたの なんかこの僕この地域でプライム入ってても全然届かないんですよあそうなんかプお急ぎ便で2日とかかかるんですよねああああ今まで仙台に住んでた頃は遅くても翌日だしああああ、ね、早朝に頼んだら当日中に届いてたんですよだけど最近熊本だとめちゃくちゃ届くの遅いんでムカついてやめました <laughs> で別な別なサービスに何個か入りました 何あれあの、なんだっけ、まあ、ネットフリックスとかじゃないのー h u とか。あフールとかね。DTV とか、d アニメストア。とか。福島君、明日は明日何もないです。明日何もないの、はい、明日、俺、もしかしたら時間あるかもしれないから、はい、もし時間あえば明日も撮ってみる。そうですね、明日何企画いき、うん、もうプラオレ企画行きますうん。 明日どうだろうな俺多分2時半ぐらいまで練習だからそれ以降時間ある時に時間あればちょっと撮ってみるかそうですねまたちょっと考えとくわはいうんじゃあ僕も1話だけプラオレ見ておきますうんじゃあとりあえず今日はこんな感じで